3人でなら負ける気がしないな。来てみれば戻っていたのか相棒。厄介そうなのはこいつで最後だ。さあ片付けるぞ。任せてくれ。すまない、助かった。
ではあなた方も飛空艇の中へ、間もなく出発になります。予定を変えてシャーレアン本国に避難するんですよね。そこでもまた週末に見舞われたりしないでしょうか。私は大衆殿からあなた方の神明をお預かりした身でありながら、恐ろしい思いをさせ同胞を失わせてしまったことには弁解の余地もありません。一方で事実として終末は広がり続けていく。我らが祖国ならば絶対に安全だなどと軽々しい約束はできかねます。ですが人を救済したいという心には一点の曇りもなく。皆さんをオールドシャーレアンにお連れするのもそこで月へ向かう手段が建造されているからです。それが完成すれば多くの物資やシャーレアンの民と共にあなた方も新天地へとお連れできるでしょう。わかりました。どうぞよろしくお願いします。行き先を変更なさるのですね。ラザハンの民は終末で深く傷ついている。ガレマルドが間近とはいえど、この状況下での強行軍は全滅を招くだけだ。私も同じ考えです。くれぐれも彼らのことをよろしくお願いします。アルフィノ、お前は。見てくれ、何か来る。まだ残っていやがったか。大丈夫だ。このまま飛空艇の方へ向かってくれ。今さら一体どういうつもりだ。見たことのない獣がいた。故に切ってみた。が、もろかったな。これでは到底鍛錬にならぬ。鍛錬って、あなた、この状況でもまだ再戦だなんだって考えてるの？もとよりそのためだけに得たせいだ。他の何に費やす道理もない。しかしお前は未だ別の獲物を見据えているのだろう。その熱は俺に及ばず、さりとて怒りや絶望で強引に奪えるものでもないらしい。
故にただ牙を研いでいる。今はそれだけだ。お前、何を言ってるんだ。ガレマール帝国が壊れたんだぞ。俺たちの祖国が、お前たちが治めた国が。帝都はあのありさまだ。大勢死んだ。俺たちみたいに内戦に加担した軍人だけならまだいい。そうじゃない民間人までどれだけ倒れたと思ってるんだよ。様子がおかしくなって、同族同士で殺し合って、どうにか意識を保ったまま生き延びた奴だって凍えて死んでいくしかなかった。派遣団からはお前たちが望んで仕掛けたことだったと聞いた。本当なのか。だとしたらなぜ。全て事実だ。今となってはさして意味もなかったがな。セノス、お前、許す。ダメだ、落ち着いてくれ。ゼノスなんかのためじゃない。君のために怒りを抑えるんだ。この最悪の下で強い負の感情を抱けば、君だって獣に転じてしまうかもしれない。だから。理由があればよかったのか。なんだって。それらしい理由があれば眼前の事実を許せたのかと言ったのだ。だとすれば貴様らはやはり愚かな獣。狩られる側の存在であろうよ。物事は常誰かの都合がいいように語られる。いかなる理由も名分も善悪などというものでさえな。ガレマールという国の中枢ではいくらでも見られたぞ。潰し合いの中で正しさがすり替えられる様を。あるいは民衆が意気揚々と掲げる正義が計略により扇動されたものであったという事実を。貴様は今俺になぜと問うたな。バカバカしい。現実に納得するための理由を他者になど求めて何になる。そんなものたとえ地の果て天の果てまで問い求めようが、帰ってくるのは誰ぞの都合よ。己が生に王がすることごとく、それに意味を答えを出すのは己自身だ。貴様が自らの答えとして剣を抜くというのなら、俺は俺の道理にてその身を技の糧にしてやろう。存在はガレアンにとって猛毒だ。怒りも悲しみも全部吐き出して叩きつけてやりたくなる。だがアルフィノの言うように、それが悲劇の引き金になるなら、俺はもう
お前のせいで血を分けた仲間を失いたくはない。行け。そして二度と同胞の前に姿を現すな。